母子対面分娩とは、哺乳類などの体制の動物で、胎児が、メスの体内から出ること、及び出る経過を指す。お産、あるいは出産とも言うが、出産は、社会的、文化的側面も含み、分娩よりも広い概念である。胎児が、その種の標準に照らし合わせて、十分成熟して体外に出る場合を正規産と呼ぶ。正規産分娩に至るまでの期間や、 分娩時の成熟度は種によってまちまちである。標準より早い場合は、早産、流産、遅い場合は、柿期産と呼ぶ。分娩が比較的楽にできる場合は、お産が軽い。何らかの困難を伴う場合は、お産が重いという言い方をする。カンガルーのようにごく小さく産む種ではお産は軽いが、人間のように胎児が大きい場合、お産は重くなる。 分娩の前兆が起こるまでに関しては、妊娠に詳しく書かれている。妊娠妊治不可能な病態としては、流産や、早産などがある。分娩の3から4週間前より、不規則で1時間に2から3回の腎痛が見られるようになり、これを、偽腎痛または、仙愚人痛という。これに伴い徐々に、子宮経管の熟化が始まる。子宮経管の熟化は、 ビショップスコアで判定されることが多い。これは、ビショップ博士によって考案されたシステムで表。1を元に点数を合計して算出し、13点満点中、判定は8点で、景観が未熟、9点で、景観熟かと判定する。妊娠末期には、ビショップスコアで9点あたりまで成熟するが13点まで、行くのは、分娩第一期の半ばになってからである。 景観は熟化しても、子宮口は、解大せず、せいぜい2センチメートル以である。分娩の数日前になると、分娩の前兆と言われるものが出現することがある。子宮体が加工することで胃の圧迫が取れ、児頭が骨盤内に移動することで胎動が減り、児頭により、膀胱が圧迫され、貧尿傾向となる。特に有名なのが、地小年疫性体下の出現であり、 おしるしと言われることもある。体毛も増加していてくる。前兆が見られる頃に、児童は骨盤に固定され、シーズっぽうで、不動感を覚えなくなる。人間のお産の満期産は、妊娠37週から42週未満である。この頃になると、子宮収縮は徐々に、周期的に収縮に、痛みが伴い始める。最初は、間欠的に突っ張る程度だったのが、 だんだん強度と頻度を増していく。子宮の流通性の定期的な収縮が10分周期となった時点で、腎痛発来という。ただし、一旦腎痛が発来したもののその後、腎痛が消失した場合は、その腎痛は、偽腎痛であったとされる。いずれにせよ、1時間に6回以上、または10分周期の子宮収縮が起こったら、分娩の開始とし、 分娩医療施設に入院するのが一般的である。この頃胎児は第一回戦を行い、顎を引き、先進部を小泉門とし骨盤入り口部に貫入する。陣痛の周期はさらに短くなり1時間に20回ほどまで増加し、痛みも強くなる。子宮の収縮で胎児の頭が子宮口をだんだん押し広げていき、子宮口が解を始めていく。 子宮口が 8cm 位になると個性が母体の前方を向くという第二回線が起こる。そして子宮口が 10cm と全開大に至る。分娩開始から子宮口全開大になるまでを分娩第一期という。子宮口が全開大してから胎児が弁出されるまでを分娩第二期という。人痛の周期、痛みとも強くなり子宮口が全開大し。 腹方の乱膜が破れ破水となる。分娩台で管理するのが一般的である。散布に息みたい感じが生じ息を止めて腹に力を加えるような状態。胎児はさらに加工し、陣痛間欠器は、児頭は,は、膣内、陣痛器は、児頭が見えるという排臨という状態になる。この頃より、エイン、肛門の保護といった分娩解除を行っていく。そして、 人痛管結付も自頭が交代しない発露という状態になる。分娩解除では、急激に分娩されないように自頭をコントロールし、縁保護に努める。やがて自頭は顎を上げる。第三回戦を行う。この時点で、この高校、微空を吸引することがある。自頭の弁出が済んだら、第四回戦が起こる。 これは自然な力で行われるため、無理に力を加えて解除しないようにする。肩の弁出が済むと速やかに胎児の弁出が完了する。そして陣痛が急激に警戒する。分弁第三期は、個弁出から胎盤と最胎が弁出し終わるまでのことである。個弁出によって不要となった胎盤は、個弁出のあと数分で剥がれ、弁出される。胎盤は、 エナと呼ばれることがある。後山によって胎児付属物が弁出されることを後山弁出という。第三期が終了すると後人痛とともに子宮復古が始まり三軸となる。分娩後3日ほどで乳汁の分泌が始まる。人間のお産の満期産は妊娠37週から42週である。正常形秩分娩の所要時間は計算符では 分娩第1期約6時間、第2期1時間、第3期10分、初妊婦では、その倍の、約12時間、2時間、20分、と言われているが、その所要時間は、個人差が著しい。無痛分娩とは、分娩の痛みを緩和する、医薬的手段である。心理的無痛分娩法としては、ラマーズ法、ソフロロジー式分娩法、 ヒプノバーシングが知られ、麻酔分娩としては、分娩第2期の硬膜外麻酔法、仙骨硬膜外麻酔法、陰部神経ブロック、防止休憩管ブロックが知られている。麻酔分娩は微弱陣痛を起こしやすいことが知られている。適切な設備と医師の下で行えば、自然分娩と比較して特段に危険というわけではなく、欧米では、こちらが主流であり、 日本とは逆に、自然分娩は希望した場合に行われる。しかしながら、日本では麻酔貝が不足しており、その麻酔貝も生命に、危険のある手術に優先的に配置されており、無痛分娩を希望しても叶なわない場合がある。イギリスやドイツ、シンガポールでは、帝王石灰も含めた、分娩全体の2から6割程度が、無痛分娩である。無痛分娩で使う麻酔は、 硬膜外麻酔と呼ばれ、腰の後ろから管を入れ、脊髄を取り巻く硬膜と呼ばれる部分の外側に麻酔薬を注入する。脊髄には痛みを伝える神経が集まっており、その信号が脳に伝わるのを麻酔薬で遮断する。ただ硬膜外麻酔は効果が出始めるまでに10から20分かかる。より早く痛みを取るために、より脊髄に近い場所に麻酔薬を入れる。 脊椎麻酔を併用することもある。この方法だと数分で効き目が現れる。どのタイミングで麻酔薬を使い始めるかは病院により異なる。順天堂大の門倉教授は痛みの感じ方は人それぞれ。本人が希望した時点で我慢できる程度に投与すると話す。出産の途中で痛みが強くなってきたら麻酔薬を適宜追加する。 無痛分娩は、痛みが少ないだけでなく、出産がスムーズに進む面もある。愛育病院の伊沢秀明理事長は、40歳以上の妊婦は、無痛分娩の方が、軽出分娩できる、可能性が高くなると指摘する。痛みがないと緊張が少ないため賛同が柔らかく、赤ちゃんが降りてきやすいとされる。また、もし緊急に、 低王切開に踏み切るような事態に至った場合、麻酔を注入するルートがあらかじめ確保されている。無痛分娩なら迅速に対応できるという利点もある。一方で、麻酔によって母親の足の感覚が鈍くなり、息みにくくなることがある。缶を入れる腰部のかゆみや発熱なども報告されている。出産時間は1時間ほど長くなる。ただ麻酔をかけても、 すべての感覚が失われるわけではないので、赤ちゃんが誕生した瞬間を感じることはできる。無痛分娩を考えている人にとって大きな壁となるのは費用である。出産の費用は病院によって40万円から100万円以上と幅があるが、無痛分娩の場合、さらに10万から20万円の追加料金がかかる。側腕症や追間板ヘルニアで手術をした。 経験のある人、血液が固まりにくい人、高血栓療法を受けている人などは、硬膜外麻酔が使えないこともある。日本で、無痛分娩が浸透しないことについて、前述の伊沢秀明理事長は、お腹を痛めてこそ、母親との精神論が根強いこともあるのではと、話している。家族に反対されたり罪悪感を感じてやめる人が、少なくないという。 一般的に、低王切開のことである。異常分娩の際は、様々な理由によって、低王切開の適応となることが多い。自頭骨盤不均衡や腹くらい、腹膳、回線異常、千円分娩の場合は、経質分娩困難にて適応となり、子宮切迫破裂、爪くらい胎盤早期剥離や歯患、下強腎痛、胎児自ストレスでも、低王切開は適応となる。 その他、形質分娩が、母児に危険をもたらすと考えられる病態もある。妊娠後、血圧症候群、全治体盤、低王切開や、子宮手術の起用、子宮器系骨盤くらい、重症の母体合併症では、低王切開を好まれる。また、長期不妊後の分娩も、低王切開となりやすい。出生直後、出生直後は直ちに暖かいタオルで、 用水で濡れた体を拭き、保温に努める。可能ならば第一呼吸開始前に鼻、口の順に吸引を行い、最大動脈拍動が停止する生後1分前後に、最大を結殺する。弁出直後のこの状態を表す指標にオペガースコアというものがあり、生後1分、及び5分の値を記載する。5分後の点数の方が、 胎児の神経学的な予語を反映すると言われている。0から3点では、重症化し、4から7点は、軽症化し、8から10点は正常である。元気な新生児は出生直後から低級し、肌は赤みがかっている。陣痛発来前の子宮内環境が思わしくなかった子や分娩中の低酸素状態により大きなストレスがかかった子は産声を上げず、 肌は血の毛がなく青白いことがある。状態によっては直ちに蘇生処置が必要となる。呼吸状態に関しては、シルバーマンスコアを用いた評価も行う。シルバーマンスコアは2点以上で、呼吸窮迫があると判定する。アプガースコアと逆で大きいほど重症である。続いて、血膜炎防止のための点眼を行い、身体測定を行う。この体温、 心数、呼吸数が安定したら、目浴をさせる。目浴は異常兆候や低湿性体重時では禁忌となる。それらが済んだら、カンガルーケアとして、早期の母子接触を促していく。出生体重が、おおむね2000グラム以下であったり、異常兆候の見られる子は、新生児特定集中治療室の適用となることが多い。ただし、ハイリスク時であっても、 出生時の異常が見られなければ、通常の新生児室に入る。初回排尿、排便は、通常24時間以内に起こる。排便が見られなければ、鎖光の可能性がある。鎖光は、直腸音を測定するときに気がつくこともある。栄養は、初回は5%ブドウ糖を与え、嘔吐、腹部傍慢、無呼吸がなければ、母乳を開始する。 初回生熟児ならば1回に1 0トルを1日8回の投与を行う。1日授乳量は、生後7日で1日あたり、体重1ラムあたり1 0 0トル生後14日で1日あたり、体重1ラムあたり1 5 0トルほどが望ましい。その他確認すべき項目では、横断や、先天性股関節脱臼腹部主流などである。 生後1日及び退院前にビタミン K の投与を行い、退院前で抗菌薬を投与していない時にガスリー法を施行する。以下に新生児の一般的な診察項目と一般的な値を記す。身長は約 50cm、体重は2800から 3200g 前後であり、脅威は約 32cm、頭威は 約3 3トルである。体重は、初めの4日間は、日々3 0 0ム程度の生理的体重減少が認められるものの、生後10日で出生時の値前後に戻る。その後は、日々3 0ム程度の割合で3ヶ月まで上昇を続ける。脅威と遠いは12ヶ月後にいずれも4 5トルほどとなり、その後遠いは脅威を下回るようになる。 大泉門は 22cm ほどで1歳半ほどで閉鎖する。血圧は80、45水銀中ミリメートルほどで、呼吸数は40から50回程度、脈拍数は140から150回程度である。肝臓は2から 3cm 触れることが多い。首相把握反射、吸引反射、モロ反射、測定握り反射、バビンスキー反射が認められる。首相把握反射、 吸引反射、もろ反射は、手が器用になる頃、すなわち4ヶ月頃に消失する。測定握り反射は、立つ頃、すなわち10ヶ月頃に消失する。出生体重が2 5 0 0ム未満の高低出生、体重児という。低出生体重児のうち1 5 0 0ム未満のものを、極低出生体重児、1 0 0 0ム未満の場合は、超低出生体重児という。 超低質性体重児であっても、NICU などで適切な管理を行えば、生存率は80%以上であり、重篤な後遺症である、脳性麻痺などの発生率は10%程度である。在体日数と出生体重の関係から次のような表現を行う。出生体重が在体日数に相当する場合を、アフド時という。 在体日数に対して小さい場合、体重と身長、頭位ともに小さい場合を SFD 時、体重のみが小さい場合は LFD 時という。SFD 時、LFD 時は体質的に小さい場合とアイオガーによるものの場合がある。アイオガーで SFD の場合は染色体上、気軽、統治感染症の可能性があり予後は極めて悪い。アイオガーで LFD 時の場合は、新生時期に合併症は起こるが適切に管理を行えば予後は悪くないとされている。また、体重 4000g 以上の時を巨大時と言い、在体日数に対して体重が大きい場合を HFD 時という。母体の糖尿病などで起こり、場合によっては、形質分娩が困難となることがある。なお、母体糖尿病で血管障害を伴うと、 s f d 時は発生しやすい。この成長と発達成長と発達は似た言葉だが、発達は神経学的な成熟を示している。発達は反射といった神経学的な所見や運動などによって評価する。これらの反射の消失の合目的性は、反射が消失することで手や足が器用になり、運動の発達が促されると考えられている。手の反射としては、 以下のものが知られている。これらは出現することで、寝返りやハイハイができるようになると考えられている。デンバー2発達判定表が有名である。これらの成長、発達をスクリーニングするサービスとしては、健康診断が挙げられる。日本の場合は1ヶ月検診に始まり、3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、12ヶ月、3歳児の健康診断がある。 アメリカのアカデミー・オブ・ピーディアトリックスでは2週間、1ヶ月、2ヶ月、4ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、12ヶ月といったように回数が多いのが特徴である。この回数の違いは分娩時の入院日数に関係していると考えられる。米国の場合は、形質分娩ならば2日間、低温切開ならば4日間の入院期間であるが、 日本は5日から7日間の入院期間が一般的である。そのため日本では、新生児に関しても十分な診察を行う、時間的余裕もあり、母乳の指導や横断の評価まで行うことができる。そのため、健康診断の回数を少なくできるとされている。母乳は1回20分で、毎日8から12回ほどが目安とされる。 栄養が不十分であると乳児はよく泣き、泣き疲れて寝てしまい、最終的には体重増加不良となる。通常は、生理的な体重減少後の体重増加は、日々20から3 0ムである。生後2週間までならば、新生児は寝る、栄養を取る、排泄する、の繰り返しであり、泣く理由もわかりやすく対処しやすいが、2週間を過ぎると、夜泣きも始まる。 夜泣きは3時間泣くことが、週3回以上、合計3週間以上続くことである。18時から0時の間に飲み起こり、ミルクをあげる、おむつを替える、あやすといった対処法が無効である。1ヶ月ほどすると母親にもマタニティブルーや、産後うつ病の発生のリスクがある。アメリカではこれらの指導を健康診断で行うが、日本では出産入院中の母親学級で、 行われる場合が多い。下痢、嘔吐、横断、発熱、発疹、血膜炎出現時は医療機関受診とし、それ以外は1ヶ月検診まで新たに指導を加えることは一般的ではない。母親の1ヶ月検診では産後うつ病のスクリーニングとして、エジンバラ産後うつ病自己評価表の記入なども行われる。 デンバー発達判定法によると1歳5ヶ月過ぎになると90%の子供は上手に歩けるようになる。この時期に歩けていない場合は歩き出すのが遅いということになり専門機関の受診が必要である。それ以前の6ヶ月における首座り、お座り、1歳児における捕まり立ちが遅れた場合も同様に精査が必要である。この場合は 先天性の異常や後半性発達障害などが疑われる。軽度の精神発達異常では、この時期は知的な遅れは認められず、筋力の低下が認められるのみで、経過観察の場合が多い。この場合は遅れを治療することは非常に難しく、社会的支援が必要となる。しかし頻度としてはシャフラーと呼ばれる良性の発達遅延であり、 その後発達が追いつき正常化する。仮に歩き出す時期が正常であっても歩き方がおかしく、転びやすい子、具体的にはペタペタ歩行、内反歩行、外反歩行、仙速歩行などが認められた場合は、筋疾患、脳性麻痺、運動失調、骨格異常が認められる可能性があり、精査が必要となる。言語の発達が正常に経過するには4つの条件が、 必要である。まずは、発生期間や高温期間が正常であること。これらの期間を合目的に使用するための知能が発達すること。合目的使用を学習するための適切な場が存在すること。聴覚、視覚の機能に支障がないことである。6ヶ月頃までには名前を呼ばれると振り向いたり、いないいない場をすると声を出して笑ったりする。 8ヶ月までには人見知りが始まり、いかにも話しているような難語を話している。声の出し方にも強弱がつくようになる。10ヶ月頃には簡単な指示行動が可能になる。指差しに反応し、おいで、おいでとするとハイハイでやってきて、ちょうだいという動作も行う。1歳の時点では、パパと言えたとしても母親も、 パパと言ったり確信できない要素がかなり含まれるが1歳、6ヶ月くらいになると感情表出もできて嫌と表現したり二語分が出現したりする。2歳の時点ではこれらが完成していることが多い。母乳は1歳を過ぎる時期でも免疫グロブリンを含んでおり感染防御という点では優れている。子育てには文化があり医学的な根拠は見出しにくい。 吸鉄反射が4ヶ月ほどで消失してくるため、この頃から6ヶ月あたりで、間離乳食の導入が行われるのが一般的である。月齢を重ねても、母乳を飲んでいても問題はないが、栄養の観点から12ヶ月までには主たる栄養を、母乳以外の離乳食にて行われることが望ましいとされている。この頃には、卒乳をしても問題はない。 パキスタンなどでは9ヶ月の時点で通常のカレーを摂取している。排泄コントロールに関しても文化がある。かつては日本は物質が乏しかったため極めて早期に排泄の自立を促してきた。トイレットトレーニングはかつては大便は4ヶ月、小便は12ヶ月より開始していた。しかしこの方法では一定の割合で脱落し、 おむつ仕様に戻る例も見られていた。夜間の大便、日中の大便、日中の小便、夜間の小便という順にトイレットトレーニングを行う2歳過ぎから、トレーニングを始めれば4歳で77%、6歳で91%が、一人で、後始末ができるようになる。これ以前にトレーニングを行っても、平均的にはほとんど変わらないとされている。早期入児は、 免疫システムが完成しておらず細菌感染のリスクが高いと考えられている。母乳による異具の傾向投与が早期乳児の感染防止に役立っている。早期乳児が発熱した場合、大抵はウイルス性感染症であることがほとんどであるが、約10%ほどに細菌性髄膜炎や排血症といった重症感染症が含まれている。そのため、 小児科専門の医師の診察が求められるが1ヶ月以内であると各種検査の有効性も疑問視される。生後3ヶ月未満で感染のフォーカスが明らかにならない場合は入院適用となることもある。1ヶ月以降であれば、名誉クリニックによるロッチスタークライテリアをもとに非専門医の診察で十分なことが多い。一般状態良好企業に特に 問題なし満期出生で周産期、抗菌薬投与歴なし、原因不明の横断に対する、治療歴なし現在あるいは最近の、抗菌薬投与なし、入院歴なし、慢性疾患あるいは、基礎疾患なし母親より、長期の酸化入院歴なし皮膚、軟部組織、骨、関節、耳に感染症候なし検査初見末消血、白血玉数5000から1万5000。 ミューエル感情を書く玉数、1500、ミューエル尿賃差白血玉数、10、HPF 瓶と松白血玉数、5、HPF これらの基準を満たすとき、重症感染症は否定的となる。3ヶ月以後の乳児から3歳頃の発熱は、救急外来では非常に多い手術である。注意深く身体所見を取ったとしても30%程度は、 熱源不明となってしまう。その場合は潜在性貧血症、尿路感染症、潜在性肺炎、悪性腫瘍や抗原病が考えられる。特に全2者は抗菌薬による治療にて早期介入可能なことから注意深い診察が必要となる。潜在性貧血症は全身状態良好な良好であるのにもかかわらず、 血液培養にて細菌が検出されることである。3ヶ月から3歳頃で頻度が高いと言われている。肺炎球菌であればそのまま自然経過で改善するが、インフルエンザ肝菌の場合は90%以上の確率で肺血症や髄膜炎に至ると言われている。体温39度以上で白血玉数15000、μL 以上であると潜在性菌血症の可能性が、 高くなる。尿路感染症も1歳以下の男児や2歳以下の女児では見つけにくい疾患となる。尿検体をカテーテルや膀胱戦士で無菌的に摂取すると診断できる。体温が体温39度以上で白血玉数2万、μL 以上の時は超心オンを認めず、単もないのにもかかわらず胸部 X 線では、 新順営を認める潜在性肺炎という病態も知られている。いずれにせよ重篤な病態は肺炎球菌による場合が多く予防接種による予防が望まれる。発熱が敗血症のサインかどうかを見分けるにはバイタルサインを用いるという方法も知られている。これらは患者が安静にしている場合の指標であるため泣き出してしまうと心拍数。 呼吸数とも上昇してしまうので判定が難しくなる。正常波によりプラス 2SD 以上の心拍数の変化や呼吸数の変化は発熱だけが原因とは考えられず排血症の可能性も考える。下熱剤を用いると熱が下がるため発熱による全身症状の軽減には役に立つ。しかし重症度を示す発熱というサインが 病態に関係なく改善するため重症感染症を経過を上では不利になることがある。一般的に発熱が起こっていれば下熱剤は病態に関係なく下熱を行う。発熱があっても全身状態が良好な場合は下熱剤を飲むメリットはない。下熱効果によって安静を保てないため逆に感染症が遷延する場合もある。 下熱剤を用いても発熱が改善しない場合は、重症感染症を疑うこともあるが、体温にてそれらを鑑別するのは困難とされている。下熱剤を用いても、全身状態が全く改善せず、重篤感が続く場合は、細菌性髄膜炎の可能性は高くなる。分娩は、分娩の3要素すべてが揃わないと正常に営まれない。分べの三要素とは、 便出力、賛同、便出物であり、これらがうまく機能しない時に難産となる。分娩時の胎児の腹くらいと腹向きと腹勢は、分娩経過に、大きな影響を及ぼす。腹勢は分娩経過中に変化することもあり、難産の要因となることもある。分娩の難度に関係するものは腹くらいと腹勢で、ある。腹向きはほとんど関与しない。腹くらい。 腹向き、腹勢は、レオポールド診察法で確認をすることができる。胎児の回線の異常に関しては、内部リンク定在横定位や、高在立定位を参照のこと。分娩の進行度合いの評価として、パルトグラムによる評価と、フリードマン曲線、また分娩の進行に伴う胎児自ストレスの発見のための分娩監視装置というものがある。パルトグラムは、 分娩進行状態を一目で把握できるように記載した表である。パルトグラムで記載される代表的なパラメータを列記する。パルトグラムの異常としては以下のものが有名である。分娩の進行状態を表すもので、自動の加工度と景観の解大度を分娩所要時間に対して表したもの。千円分娩の診断に役に立つ。典型的には、 S, S 字型カーブを描く。分娩第1期から分娩第2期までを記述する。開きかけた、子宮口が途中で止まってしまう続発性開口停止、子宮口解大のラストスパートがかからない活動期、解大遅延、潜伏期が延長する潜伏期1000円といった、微弱陣痛の分類が知られている。胎児心拍数陣痛図とは、胎児心拍数と、 子宮収縮を強じ的に記録した分娩監視装置である。横軸は3メートルミニッツであり縦軸は bpm と水銀中ミリメートルである。NST と CST が知られている。NSTNST は分娩開始や下記妊娠、ハイリスク妊娠の妊娠検診時に用いられることが多い。体重は20から40分ごとに睡眠と覚醒を。 繰り返すと言われている。NST では、一過性頻脈が認められるまで、または80分間の計測を行う。32週未満であると自律神経の発達が未熟であるために評価方法が異なることに注意する。NST では、気線が正常範囲にあり、気線再変動が正常に出現していること、一過性頻脈があり、 一過性除脈がなければ正常であることが多い。異常が認められたら CST、b ス s と BPS を行うこともある。CST、CST では40秒以上持続する、子宮収縮が10分間に3回認められるまで、オキシトシン、または乳頭刺激を与えて CTG を行う。主発一過性除脈や変動一過性除脈が認められなければ、 胎児の状態は良好と判定する。NST にて胎児状態が良好であることが確認できなかった場合や子宮内胎児発育遅延やハイリスク妊娠の場合に行う。全治体盤、切迫早産、多体妊娠の場合は禁忌となる。子宮収縮の半数以上に始発一過性除脈が見られた場合は胎児自ストレスを疑う。CTG の所見。 CTG において確認すべき項目としては、気線の高さ、気線再変動の有無、一過性変動の有無及び波形である。正常では、胎児の心拍数は110から160ビット PM で、あるのが正常である。180ビット PM 以上では、高度頻脈、100ビット PM 以下では、高度序脈と判定する。頻脈では、母体、胎児の感染や、 胎児の不正脈を疑う。除脈では、胎児不正脈が多い。正常では6から25ビット PM の再変動を伴う。細変動の減少、消失は、胎児自ストレスの可能性がある。他の再変動の異常としては、再内ゾルパターンというものが知られており、胎児の心不全を示唆する。貧血、低酸素状態を疑う2から 5CPM の、 制限波を示す。一過性頻脈、総発一過性除脈、始発一過性除脈、変動一過性除脈の4種類が有名である。一過性頻脈は、気線よりも15ビット PM 以上の心拍数増加が15秒以上持続するものである。32週未満では、気線よりも10ビット PM 以上の心拍数増加が10秒以上持続するものとする。 これは、胎児が良好である兆候である。双発一過性常脈は、子宮収縮に伴って、ほぼ同時に、胎児心拍数が減少し、収縮終了とともに回復するものである。自動圧迫による、正常反応である。子宮収縮の波形と、心拍数減少の波形が、対象型となる。通常、心拍数減少の開始から、 最下点まで30秒以上で緩やかに加工する。始発一過性常脈は、子宮収縮よりも少し遅れて、胎児心拍数が減少し、子宮収縮の終了より遅れて、心拍数が回復するものである。これは、胎盤機能不全を示す兆候である。気栓再変動の減少、消失を伴う場合は、急速追弁の必要がある。通常、 心拍数減少の開始から最下点まで30秒以上で緩やかに加工する。変動一過性除脈は最多圧迫を示す初見であり、溶水化症状でよく出現する。除脈の出現と子宮収縮の関係が除脈ごとに異なる。15ビット PM 以上の心拍数減少が30秒未満の経過で急速に起こる。その他、 千円性一過性除脈というものもある。これは15ビット PM 以上の心拍数減少が2分以上10分未満持続することである。10分以上の変化は気線の変化とみなす。これは様々な病態で出現するため評価が難しい。BPS、NST を利用した体重ウェルビーイング評価として BPS が有名である。超音波検査を利用し、 呼吸様運動、帯動、筋緊張、NST の一過性頻脈でスコアリングし、点数によって、経過観察、分娩を決定する方法である。発展以上が良好と考えられている。呼吸様運動としては30分間に30秒以上続く胸壁、横隔膜の運動があること。帯動としては30分間に区間化失しの動きが3回以上。 筋緊張としては30分間に区間化死死の屈曲運動が1回以上、あるいは首相の開閉を認め、用水ポケットが2トルより大きいところが認められ、NST で20から40分未満の測定で、一過性品脈が2回以上認められる、各項目2点で測定していく。他のウェルビーイング評価としては、 へそ動脈や中大脳動脈のパルスドップラーなどが知られている。分娩のコントロールを行う薬物に関して述べる。切迫硫酸、切迫騒産などで用いられる薬である。ウテメリンの場合は5%ブドウ糖液に適着して用いることが多い。有効量は毎分50から150マイクログラムであり、毎分200マイクログラムを超えないように調節する。 副作用には、血球減少、排水種、オーモンス自由解消などが知られている。白血球の減少には、GCSF 投与などで対処し、排水種防止のため、総輸液量を、日々 1000ml 以下とし、輸液においては、ナトリウム負荷をできるだけ避けるようにする。母体心拍数を 120bitpm 以下に、保つというやり方もある。オーモンス自由解消は、 硫酸マグネシウム併用で起こりやすくなるため、併用時は CK、CR のモニタリングを行うべきである。塩酸、リドトリンで腎痛抑制困難例や歯間時に用いられる。血清 MG 濃度が4から 8mg、デシリットルになるように調節すると効果があると言われる。塩酸、リドトリンと併用をするときは、ローディングせず、毎時1から 2g で投与し、 単独で使用する場合は 4g を30分で投与し、その後毎時1から 2g で維持を行うのが一般的である。高マグネシウム結晶に注意が必要である。血清マグネシウム濃度が 15mg、デシリットル以上で呼吸抑制が起こることが知られている。陣痛が強すぎるときにもよく用いられる。陣痛促進剤も参照のこと。 子宮収縮促進薬は分娩誘発を行うときに用いられる。分娩誘発を行うには母体、胎児の両方が一定の条件を満たしている必要がある。母体においては、形質分娩に耐えられる全身状態であり、子宮経管が熟化しており、自頭骨盤不適合がなく、腎痛促進剤の近畿例ではないこと、患者の同意が得られていることなどが挙げられる。 胎児においては、母体外生活が可能な状態であり、最大化水や横くらいなどの酸化的異常がないことが挙げられる。子宮経管の熟化は、ビショップスコアで判定されるが7点以下の初産婦、4点以下の経産婦の場合は、経管熟化法を行った上、分娩に誘発を行うことも多い。子宮収縮促進薬の副作用は佳強腎痛である。これらは、 打ち込み矢口子宮内圧、腎痛周期、腎痛持続時間で評価する。2018年に公表された第8回、3回療保障制度再発防止関する報告書を受け、プムダは、同年と、翌2019年に、子宮収縮薬を用いた、分娩誘発や微弱腎痛の治療の際には、その必要性と危険性の説明を十分に行い、 同意を得てから使用することと、分娩監視装置を用いて、胎児の心音や子宮収縮の状態を十分に監視する、要注意喚起を行っている。これを受け2019年12月、各製薬企業は、適正使用に関する依頼文を改めて作成した。遠石灰など処置をする場合は、局所麻酔薬を用いるが、ここでは、無痛分娩に関して述べる。 無痛分娩では、硬膜外麻酔を用いることが多い。その際によく用いられるのは、フェンタニルと局所麻酔薬の組み合わせである。フェンタニル100マイクログラム、0.25%、マーカイン 24ml、生理食塩水 24ml を、毎時8から 14ml で、持続的に投与する場合が多い。硬膜外麻酔単独で無痛分娩を行う場合、 作用発現が遅いため、硬膜外併用脊髄もなくカマスイを用いる場合もある。薬物を利用することがあるのでここで述べる。ラミナリアン、ダイラパン、ラミセルといった機械的な方法を誘発前日に用いることが多い。薬剤では図を用いることが多い。商品名はマイリスであり。 200mg を5%ブドウ糖液で溶解し、週に2から3回投与する。試行後は、CTG で胎児に異常がないかを確認する必要がある。ありがとうございます。